脳から腕の筋肉に直接運動の命令、電流を流すことで麻痺患者が自由に腕を操作できるようになったっていう研究です。こんにちは、バーチャルサイエンティストの卵のルーです。ゲームの中に入り込む技術、フルダイブ技術、早く完成してほしいですよね。フルダイブ技術というのは VR マシンで脳から情報を直接読み取って現実で体を動かすのと同じように VR ワールドの中のアバターを操作したり、アバターが見たもの、聞いたもの、触れたものの感覚情報を脳に直接入力して、アバターが感じるものをあたかも自分が感じているかのように感じる、そんな不思議な SF 技術です。ちなみにフルダイブ技術実現のために必要な3つの脳科学技術については以前動画で解説しているので、気になる人はぜひ一度見てみてください。僕はこのフルダイブ技術を実現したくて脳科学者の卵になって、皆さんに脳科学の最新技術を発信してきたのですが、ここ最近フルダイブに最も近い概念の一つはメタバースなんじゃないかなって思ってきています。そんな思いで最近メタバース関連の動画も数多く投稿しているわけなんですけど、具体的にメタバースとフルダイブ、そして脳科学技術がどんな関係にあるのかはいまいち理解しづらいですよね。そういうわけなので今回はメタバースと脳科学技術が今後どのように発展すればフルダイブ技術の実現につながるのかを、脳科学者の卵の僕ルーが分かりやすく考察してみます。メタバースや最新の脳科学技術の今後に興味がある、フルダイブの実現を見てみたいって思う人はぜひ最後まで動画を見てみてください。本編の前に一点告知を。この動画の投稿日のちょうど1週間後、6月25日20時から生命科学 VTuber の高藤雷さんのチャンネルで人生を変えたベストペーパーという企画でお話ししてきます。僕の人生を大きく変えた一つの論文について詳しくお話ししてきますので、ぜひぜひ見に来てください。それでは早速今日のお品書きを発表します。今日はこんな感じでお話ししていきますよ。1、フルダイブ技術の要件定義。2、メタバースとフルダイブ。3、脳科学とフルダイブ。ではではまずはフルダイブの要件定義について、先ほど簡単にお話ししたフルダイブ技術ですが、一体どんな要素の集まりでできているのでしょうか。あくまでも僕の個人的な解釈なのですが、フルダイブ技術には2つの大きな要素が含まれていると思っています。1つはゲームの中に入り込んで自由な世界を自由なアバターで楽しむ、そういったいわばコンセプトのようなもの。もう1つはコンセプトを達成するために脳とマシンの間で通信を行う技術的なインターフェースとしての役割。昨今のフルダイブ技術という言葉にはこの2つの大きな要素が含まれているように感じます。それぞれ詳しく見ていきましょう。まずはコンセプトについて、フルダイブ技術と聞いてどんな世界を思い浮かべるかというと、例えば中世ヨーロッパのようなよくある RPG のような世界観、現代にはどこにも存在しないそんな不思議な感じのする街並みを自分の好きな姿で、例えば性別、身長、体重などを思いのままに変えたり、なんだったら猫や鳥など人間以外の動物になっちゃって探検できちゃうかもしれません。またまた RPG みたいに剣で魔物と戦ったり、なんなら現実には存在しない魔法を使うこともできるようになるかもしれません。このように仮想空間上で現実ではありえない理想とする世界と理想とする自分の姿を自由に想像することができて、その世界の中で現実では起こりえないアトラクションを楽しむことができる、フルダイブにはそんなコンセプトが含まれていると考えています。一方でインターフェースとしての役割、こちらは今話したコンセプトを実現するために現実世界のマシンと人の脳を通信して仮想世界のアバターを脳活動から直接操作したり、仮想世界のアバターがどのように感じているのかを現実の脳で感じているわけですね。つまり現実の脳と仮想世界をつなぐ役割をフルダイブ技術は持っているんですよね。具体的には 1. 脳からの情報を読み取ってアバターを操作する技術、 2. アバターが受け取る感覚情報を脳に送り込んでアバターの感じた感覚をそのまま感じる技術、 3. アバターを動かす命令が現実の体に向かわないように運動の命令を途中でカットする技術。主にこの3つの技術によって脳と仮想空間をつなげるインターフェースとしての機能をしているわけです。さてそんな夢物語なフルダイブ技術のコンセプトとインターフェースですが、実は今説明した概念技術に似たものが最近出現してきていませんか。そう、それこそがメタバースと脳科学技術なんです。
メタバースは自由な世界で自由なアバターで生活するというコンセプトと共通する概念を持っていますし、脳科学技術はブレインマシンインターフェースという分野で脳とコンピューターを通信させるインターフェースを作ろうという取り組みが世界各地で行われています。それぞれ詳しく見ていきましょう。まずはメタバースとフルダイブ技術について。先ほどお話しした通り、自由な世界を自由なアバターで自由に暮らせるという点は共通していますよね。ただ現状のメタバースではフルダイブ技術のコンセプト並みの真のもう一つの現実レベルには達していないと思うんです。例えば接続人数の制限、現状のメタバース環境ではサービスによっては一つのワールドに10人程度しか入れないとか、自由に物を作れないとか、経済手段がないとか、そんな問題があります。また特定の閉ざされたプラットフォームだけに依存している場合、プラットフォームから別のプラットフォームに移るときに、自分のアバターやワールドなど仮想世界内での自分の所有物を別の仮想世界に持っていけない可能性があります。ちなみに今挙げたいくつかの問題点は多くの人がメタバースの定義として掲げているもので、今後これらの問題を解決しようという流れになっていくはずです。こういったメタバースの文化的な側面が今後成長して改善することによって、フルダイブ技術のコンセプトのように新しいもう一つの現実を作れる可能性に近づくと思うわけです。次に脳科学技術とフルダイブ技術。フルダイブ技術の仮想空間と脳の通信のためのインターフェースを現実の脳科学技術によって解決しようっていうわけですね。先ほども少しお話しした通り、フルダイブ技術は3つの脳科学技術の集まりによって構成されています。 1. 脳から情報を読み取ってアバターを操作する技術。 2. アバターが受け取る感覚情報を脳に送り込んでアバターが感じた感覚をそのまま感じる技術。3. アバターを動かす命令が現実の体に向かわないように運動の命令を途中でカットする技術。どれもとんでもなく難しそうな研究に思いますよね。実際その通りなのですが、なんと1の脳から情報を読み取ってアバターを操作する技術に関しては結構すごいことができているんです。次の動画をご覧ください。この動画は全身麻痺になってしまった患者さんの脳から運動の命令を直接読み取って損傷した運動の命令を伝える経路をスキップして脳から腕の筋肉に直接運動の命令電流を流すことで麻痺患者が自由に腕を操作できるようになったっていう研究です。この研究の結果、麻痺の患者さんは物を抜き差ししたり瓶に物を入れたりギターゲームをプレイできるようになりました。この研究を応用して現実の腕を動かすのではなく仮想世界のアバターの腕が操作できるようになると、脳から情報を読み取ってアバターを操作する技術については実現が近づいているように思いますよね。このように人の脳の情報を読み取る技術についてはここまでできているようになっているのですが、 ② のアバターが受け取る感覚情報を脳に送る技術、 ③ の運動の命令をカットする技術はまだまだです。詳しくはこちらの動画で解説しているので、気になる人は概要欄から確認してみてください。このような形で脳科学技術が少しずつ発展していくことで、いつの日かフルダイブ技術のインターフェースの開発に近づくかもしれないというわけですね。そんなわけでフルダイブ技術とメタバース、脳科学技術の関係について解説してきましたが、最後にまとめてみましょう。まずフルダイブ技術というのは自由な世界を自由なキャラクターで生活できるというコンセプトと、脳とマシンを通信するためのインターフェースの2つの要素で構成されています。今後メタバースが発展することによってフルダイブのコンセプトへと発達していき、脳科学技術が発展することによってフルダイブのインターフェースの実現が近づく、つまりメタバースと脳科学が発展した先にフルダイブ技術があるというわけなんですね。そんなわけなので、フルダイブ技術を実現したい僕としては今後も脳科学技術とメタバース関係の情報を発信していこうと思っていますので、興味がある人はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。